海外旅行へ向かう人でにぎわいを取り戻してきた空港。ワクワク感いっぱいの表情にウィズコロナが浸透していることがうかがえますね。海外は確かに魅力的ですが、国内旅行派の人だって負けてはいません。まだ行ったことのない有名な観光地、秘境にある温泉、穴場のスポット、もし誰かから国内旅行をプレゼントしてもらえるとしたら、あなたはどこを選びますか？日本の代表的な観光地である京都。日本人でさえ一度行ったらたちまち虜になってしまいますが、外国人ともなると驚きの連続のようです。今回はイギリス人観光客が京都で体験したエピソードをご紹介します。素晴らしきかな日本、外国人を魅了する日本文化。私の名前はエルシー、イギリス人よ。私はイギリスという国が大好きなの。イギリスの文化が好きだし、王室を守り続ける国民の精神も大好き。母国への愛に満ち溢れた国は、暮らしていてとても幸福な気持ちになるものよ。悲しいことに、世界では戦争がなくなることはない。軍隊を持つ国だって戦争をしたいと思っているわけではないわ。できることなら軍人が活躍するような戦争は起こらないでほしいと世界中の人が思っているはず。今では SNS などを通じて世界中の情報を知ることができる。悲しい出来事ややるせない出来事も多いけれど、興味深い情報もたくさんあふれている。ある時、古くからの文化を大切に守る日本の紹介をしていたの。私の目には日本の景色がとても新鮮に見えた。街並みや四季はとてもエキゾチックで、イギリスとはまるで違う。私はどんどん日本に興味を持つようになったわけ。私の親友でもあるレイラも日本が大好き。私と違うのは、私が日本の文化に興味があることに対して、レイラは日本のサブカルチャーの虜になって、日本好きになったという点ね。レイラはもともと努力家で、とても研究熱心なの。だから日本のアニメやコスプレにハマってからというもの、まるで取り憑かれたように、日本のアニメを見続けているのよ。方向性は違っても日本が好きだということで一致している私たちは、2年前に日本旅行をしたの。念願の日本。空港に降り立った瞬間から私たちは興奮しっぱなしだったわ。お互い行きたい場所を調べ、できるだけ多くのスポットを回ろうと頑張った。とは言っても、レイラが行きたいのは秋葉原や中古 DVD を売っているお店ね。日本のアニメの DVD を買うのがレイラの目的だったから。努力家のレイラは日本で買った日本のアニメ DVD を日本語のまま楽しみたいと言って日本語まで勉強していたのよ。それはもう執念としか言えない。親友の私がちょっと引いちゃうぐらい頑張っていたもの。日常会話レベルならマスターしたレイラと一緒だったおかげで、日本旅行はとてもスムーズだったわ。私がリストアップしていた神社やお寺も巡ることができたし、お揃いで可愛いお守りも買ったのよ。お守りにはいろいろな種類があって迷ったけれど、やはりそこは恋愛成就のお守りよね。ピンク色の可愛いお守りは今でもバッグにぶら下がっているの。私は綺麗な景色を写真に収め、レイラは山ほどの日本グッズを買い込み、二人とも大満足の旅行だったわ。それからしばらくの間、レイラは DVD に没頭して遊んでくれなくなったけどね。日本で買ったお守りの効果なのか、ほどなく私にも念願の彼氏ができたの。とっても優しくて頼もしい男性よ。名前はジェイク。私より一つ年上で自慢の彼氏。彼は日本にあまり興味がない人だった。でもいつか彼と一緒に日本へまた旅行したいと思っていた私は、あの手この手で日本に興味を持ってもらおうと
画策したの。手っ取り早いのは日本のいろいろな動画を見せてあげること。日本をあまり知らなかった彼には効果的だったわ。彼が心惹かれたのは日本の秋だった。紅葉が映し出された瞬間、歓声を上げていたもの。その時に見たのは京都の景色だったんだけれど、木々が色づき、遠くには神社の鳥居も見えて、とってもノスタルジック。彼は行ったこともないのに、なんだか懐かしさを感じるなんて言っていたのよ。ここまで来ればあとは簡単。以前レイラと旅行した時の話をして、いかに日本が魅力的な国であるかを力説した。それから彼は一人で日本の動画を探しては見まくったみたい。すっかり日本が気に入り、私を日本旅行に誘ってきたの。もちろん私は即 OK したわ。だってこの時を待ちわびていたんだもの。前回レイラと日本旅行した時にやり残したことがあったの。それは日本の料理。女性二人の旅行だったから買い物がメインになってしまったのよ。できるだけ買い物にお金を使いたくて、ホテルも安いビジネスホテルを利用した。だから彼との旅行ではちょっといい日本旅館に宿泊して日本の料理を堪能したかった。彼にそのことを話すと大賛成だよと言ってくれたのよ。ジェイクは甘いものに目がないの。だから日本のスイーツを食べてみたいと言ってきた。私も日本スイーツは今まで食べたことがなかったし、日本料理は世界的に有名だからきっとスイーツも美味しいに決まっている。私たちは日本の食を堪能すべく3泊4日で日本へ向かったのよ。私にとっては2度目の日本、ジェイクにとっては初めての日本。私が初めて日本を訪れた時と同じように、ジェイクも想像以上に発展した国であることに驚いたみたい。空港は世界一綺麗なんじゃないかと思うほどだし、東京は高層ビルが立ち並び、人々は忙しそうにしている。これだけ人が密集しているにもかかわらず、想像しさはなく、街全体が綺麗。でも今回の旅行は近代的な都市でのショッピングではない。古き良き時代を感じられる京都。宿泊先は奮発して素敵な旅館を予約したの。京都は東京とは全く違った空気を醸し出していた。近代的な建物がある一方で、何百年も時が戻ったように錯覚してしまう街並みも残っている。とっても不思議な感覚にとらわれたわ。私たちが泊まった旅館はとてもアットホームだった。高級な旅館はもっと格式が高くて、スタッフとの距離感を感じるものだと思っていたけれど、旅館のスタッフはとても親切だったの。外国人観光客相手だったからなのかもしれないけれど、部屋まで案内してくれたスタッフは英語を流暢に話せる人だった。食べ物の好き嫌いを聞かれたけれど、日本の料理ではどんな食材が使われるかわからないし、食べたことのない食材にも挑戦してみたいと言ったら喜んでくれたわ。夕食はスタッフが部屋まで運んでくれたんだけれど、ものすごい豪華だったの。お膳と呼ばれる足のついたトレーのようなものにたくさんの料理が並んでいた。ジェイクは見た目の美しさに感動して何枚も写真に収めていたわ。食べるのがもったいないほど綺麗に盛り付けられていたんだけれど、私が感動したのが茶碗蒸し。見た目はプリンみたいなんだけれど、中にいろいろな具材が入っていてとっても美味しいのよ。日本の卵料理にはいろいろなものがあるとは知っていたけれど、舌触りが滑らかな茶碗蒸しには感動したわ。ジェイクは天ぷらに感激していたみたい。日本料理の中では有名な天ぷら。世界中に天ぷらを食べることができるお店はあるけれど、本場日本で食べちゃったら、もうイギリスにあるお店の天ぷらは食べられない気がする。
サクサクとした食感も違うけれど、野菜や魚の味も全然違う。というか、食材の味を消さないように揚げられているんだと思う。京都は古い文化を守っている町だというし、こうした料理にも気遣いがあるのかもしれないわね。お膳と一緒に運ばれてきた一人用の鍋も美味しかったわ。動画で大勢で鍋を囲んで食事をしているシーンは見たことがあったけれど、一人用もあるのね。これなら自分のペースで食べられる。それに、それぞれ好きな具材を入れることもできるから楽しそうよね。それに日本酒も美味しかったわ。私もジェイクもお酒は大好きなんだけど、日本酒は飲んだことがなかったの。日本酒は甘くてまろやかで、たちまちファンになってしまったくらいよ。そのことを旅館のスタッフに話すと、日本酒には甘口と辛口があって、私たちが飲んだのは甘口の日本酒だったんですって。銘柄によって味は異なるし、日本酒の飲み比べができるお店もあると教えてくれたわ。日本に来るたびに次の目的ができてしまって、私は日本の旅行を生涯やめられないんじゃないかと思ったくらいよ。さて、本来の目的であるスイーツ食べ歩き。事前にお店は調べておいたけれど、もしかしたらあまり知られていなくて美味しいお店があるかもしれないと思い、旅館の若いスタッフに聞いてみたの。スイーツ店が記載されているパンフレットを渡してくれたんだけど、そのスタッフがよく友達と行くお店も教えてくれたわ。抹茶パフェが美味しいんですよ。いつも頼んじゃうんです。と人懐っこい笑顔で教えてくれた。日本人はシャイだと言うけれど、おもてなしや何かを尋ねられた時はとても親切で親身になってくれる。日本人の良さは実際に接してみないとわからないかもしれないわね。翌日旅館のスタッフに教わったカフェに行ってみたんだけど、抹茶味のケーキやプリンもあったの。京都の人は抹茶味が大好きなのね。紅茶やウーロン茶は飲んだことがあっても、抹茶となると全く違う風味なことに驚いたわ。ほろ苦くて、ジェイクはとても気に入ったみたい。抹茶味が気に入ったジェイクは、その後お茶の専門店に行って、日本のお茶をいろいろ買い込んでいた。どれにしようか迷っていると、一口サイズの器に入れられたお茶を店員が勧めてくれたの。そして、好みのお茶を見つけると、丁寧に入れ方まで教えてくれたのよ。ジェイクはお茶の他に、急須や湯飲みまで買っていたわ。もちろん湯飲みは私の分もお揃いで買ってくれたのよ。京都の街を歩いていると、物珍しくて足を止めてばかり。次に心を奪われたのが、お惣菜屋さん。京都ではおばんざいと呼ぶんですって。伝統的な料理で、味付けは上品で繊細。旅館での食事もそうだったけれど、日本ではおかずとなる品を何品も食卓に並べる。とても健康的な食生活をしていることがよくわかったわ。おばんざい同様に、日本の食卓に欠かせないらしいものが漬物。でも私がよく食べているピクルスとは全く違うの。赤や黄色の色鮮やかな漬物は味が濃いめなんだけど癖になる美味しさなのよ。日本の主食であるご飯に相性抜群であることは一口食べてよくわかったわ。私ならご飯と漬物だけで朝食は OK だと思う。日本のスイーツや食事を堪能して日本料理が世界無形文化遺産に認められたのはあんなにも美味しいのにヘルシーだからに違いないわって思った。だいたい美味しいものってカロリーが高いのに、日本料理は素材の味を生かしたヘルシー料理ばかりなんですもの。私は大学生の頃、アメリカに留学してかなり太っちゃったけれど、もし留学先に日本を選んでいれば、きっと健康的に痩せられたはずだわ。日本旅行最後の夜、
初日に私たちを担当してくれたスタッフが夕食を運んできた時にこんな話をしてくれたの。京都で有名な伏見稲荷大社、今回は行かなかったけれど、前回レイラと訪れた場所。とても美しく、千本鳥居がとても幻想的だった。まるで異世界に通じるかのように思えたわ。ジェイクは早速画像を検索したんだけれど、その荘厳さに圧倒されていたの。スタッフの女性は、江戸時代に願いと感謝を込めて作ったものだと教えてくれた。そして全国の稲荷信仰の発信地でもあるんですって。もし明日の便までに時間があるのでしたら、立ち寄ってみてはいかがですか？と言ってくれて、ジェイクはその提案に賛成したの。翌日予定より早く旅館を出て伏見稲荷に向かったわ。二度目でも感激するほどの美しさだったんだけれど、初めて訪れたジェイクは言葉を失っていたの。後で教えてもらったんだけれど、この時ジェイクは願いと感謝を込めて作ったものということに感激していたそうなのよ。この鳥居をくぐったらきっと幸せな世界へ連れて行ってくれるんじゃないか、そう思えたんですって。ジェイクは幼い頃に事故でパパを亡くしている。だからママへの愛情がとても深いの。ぽつりと、この先にはパパがいるのかなって言っていたわ。まるで天国へ続いているような錯覚にとらわれたのね。そうね、きっと私たちを向こうから見守ってくれていると思うわ。そう言うと、鳥居をくぐりながらジェイクは涙を流していた。たくさんの思い出がよみがえってきたんだと思う。そして泣きながら私の手を強く握ってきたの。京都という町はとても不思議な町。文化の違う人間まで引き込まれてしまう。でもジェイクを京都に連れてきて本当に良かったと思ったわ。日本に魅せられた私たちは、家族や友人にも日本の良さを知ってもらえるようなお土産を選んだの。バッグの中に入れられて持ち運びが便利な扇子や、ちりめん素材の風呂敷。ジェイクは仏像が気に入ったようで、ポストカードをたくさん買っていた。次に日本に来た時は仏像を見て回りたいんですって。日本文化がますます好きになった私たち。できることなら次は新婚旅行で日本を訪れたい。どうか私の夢が叶いますように。海外の反応。京都へは行ったことがある。ライトアップされたお寺はまさに幻想的だった。何度か日本へ行ったけれど、京都は最高に素敵な町だよ。日本へ行ったなら立ち寄らずに帰るのは損だ。京都は日本の伝統を感じることができる町。僕も3日間の滞在だったけれど、また行くなら絶対にもっと長く京都を見て回りたいね。私は新婚旅行で京都に行ったのよ。気に入りすぎちゃってさらにまた1ヶ月間滞在しちゃったわ。京都は自分が見た中で最も美しいと思える場所。また日本へ旅行できるなら長く滞在したいね。京都は最も美しい都市だと思うよ。おとぎの国の入り口のようだし、日本を象徴するところだよ。すでに2回行ったけど、ぜひまた行きたいね。私的には東京よりも大阪、京都、奈良への旅行を進めるわ。大阪を拠点にすれば動きやすいのよ。個性的でよりフレンドリーな関西地域は面白いのよ。京都は歴史が詰まった町。奈良は日本の最初の首都で、中心街には飼い鳴らされた鹿が歩いていて驚かされる。京都は長いこと日本の中心であった歴史を持っているし、京都に行かないと大事なものを見逃してしまう。早速伏見稲荷を検索してみたよ。彼が涙したのもわかる気がした。引き込まれていくし、見ているだけで勝手に涙が出て止まらなかったよ。彼のパパはきっと静かに2人を見守ってくれているんでしょうね。
あの鳥居を見ればわかるわ。幸せの鳥居に違いないもの。彼の気持ちを考えるとこっちまで泣けてきちゃうね。でも京都は心を癒してくれるところだからきっと大丈夫さ。世界に発信される日本の古き良き文化。家で寝転びながら世界の情報を集めることができる現代。知っているつもりでも現地へ行かなければわからないことはたくさんあります。日本の良さは日本を訪れてこそ体感できるもの。日本人のおもてなし精神を外国の人たちに知ってほしいですよね。京都は修学旅行でも人気の街ですから、日本人ならば京都を訪れたことがある人は多いでしょう。でも年齢を重ねるにつれ、違うものが見えてきたりするものです。また京都へ行ってみませんか？それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。